おう元気かああいやそりゃ元気だよなこの間会ったばっかだもんなまあそのあれだあんたの元気そうな顔を見れてよかったよそのよなんつーか今日ってよあれだよなテレビとかニュースでもあの日みたいだしままあ もう今日も終わる時間なんだけどよ。外も暗くなってきたし。ほら、あの日だろ。今日って。あの、バレンタイン。だろま、まあ、なんつうかよ。一応私ら付き合ってるわけだしよ。バレンタインってそういう日だろチョコレートを渡すっつうかよ。だろ その、こういうの、あんた食べれるかボンボンショコラって言うんだけどよ。中にウイスキーやらテキーラやらブランデーやら、いろんな種類の酒が入っててな。で、外のチョコとの相性が良くてすっげえうまいんだよ。で、これはその、中に7種類のチョコが2つずつ入ってるんだ。バレンタイン仕様っての。 買ってみたんだけどよあんたと一緒に食えればなと思ってな <laughs> あっつってももしあんた苦手でチョコが食えないっつうならあたしが全部食おっかななんて <laughs> だからつまりよ今夜空いてるか <laughs> チョコを買って帰ってるときによ カップルなんだろうな手をつないでたり楽しそうに話すのを見てよなんつうかあんたともそういうことがしたくなってよだからよいえ上がってもいいかまあ特に約束もしてなかったけどよ今日のこの日って大丈夫な時間だろそれとももしかして って <laughs> なわけないよなあんた人当たりがいいしいろんなやつと仲がいいんだってがさつなあたしが見てもそう思うけどさすがに今日バレンタインの日に用事なんてないよなないよなと悪い悪い脅すつもりなんてなかったんだ今日すれ違ったカップルがことごとく美人さんだよでちょっとだけ 不安になってよあいや本当に悪い <laughs> その目めわせに後でたくさんな <laughs> まあ今日忙しいってんなら適当な時間に帰るからよいえ上がるな <laughs> 今日は久しぶりに二人だけで過ごそうな